ここはバントを警戒。バントしました。あっとファウルです。送ってきた。これはファウルボール。低めのボール球打っていった。ここは打ち上げています。レフトフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには京田が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあここではしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですよね。まあ彼の場合は右打ちもありやと思いますね。ああそうですか。最低でもランナーを三塁に進めるようなバッティングをしたいところ。改めてお聞きします。バッターボックスインサイド打った。ファースト正面掴んだ。そのまま入って一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあ打席には先発の石田が入っています。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ一打勝ち越しという場面を迎えています。初球空振りです。これが2球目。アウトコースはこれは外れた。ファウルボールです。空振り三振。前にボールを飛ばせません。ここはチャンスをものにすることができませんでした。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスだったんですが、結局三振に終わりました。まあやっぱりね、チャンスなんでね、確実に打ちたかったですね。里崎さん、お互いに点は取られていますが、序盤ですからまだまだどうなるかわからないですよね。まあ失点はしていますけど、僕は初回からいいピッチングできてるかなって印象はありますけどね。はい、ここから流れを作りたいところです。変化球、これは空振りです。ノーボールツーストライク。さあ3球目は何か。低めの変化球は決まりません。膝元をつきましたが外れました。ファウルになります。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。ライト掴んでワンアウト。3番バッター秋山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。打ちました。打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んで2アウト。打席には4番バッターマクフォール、先ほどの打席でヒットを放っています。2アウトになっています。アウトコースストレートが決まっています。に落としました。空振りです。あっという間に2ストライクです。
外へのボールは入りません。変化球外れました。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。1対1同点です。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ファウルになります。キレのあるいいボールでしたね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。インコースボール。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックス関根。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。クリ、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。よく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。ボール先行です。変化球タイミング合いません。さあ4球目は何か。引っ張った。ファーストの横抜けました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは3番宮崎。先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。初球打ちヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には牧入っています。さあ勝ち越しのランナーを置いた状況と。二塁タッチもセーフ。最初は変化球できました。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。次が3球目。非常にブレーキが効いたボールです。レフト前ヒット。これで3連打。さあそしてバッターボックスには外が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。ここでつないでなんとか勝ち越しに持っていきたいですね。なるほど、そうですよね。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。中間守備で来てますから。外の球打った。サードの右抑えた。一塁アウト。ベイスターズ勝ち越しました。2対1になりました。リードを奪いました。バッターボックスには6番桑原。ベイスターズこの回1点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。
インサイド落ちました。これはどうか、取ってスリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。3回終わって2対1、ベイスターズが1点リードと変わっています。4回に入っていきます。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスには5番西川、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ベイスターズ1点リードで迎える4回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。まあ、とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。惜しいボールでしたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。3球目は何で来るか。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。6番バッターデイビー、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁です。バッターも積極的に打ってきます。ここは初球を狙われた形になりました。さあ一塁には同点のランナー、バッターボックスには坂倉。まあ送ってくるかもしれませんね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球行きたいですね。なるほど。膝元への変化球、ノーボールツーストライク。アウトコース見送っています。打った。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス堂林、前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ツーアウトになっています。さてバッターの堂林、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばすことができるバッターですね。なるほど、そうですか。これが3球目。インサイド落ちました。センターに抜けました。二塁はセーフ。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。いやー、コースは良かったんですけどね。さあバッターボックスには先発の栗が入ります。まあベンチとしても今日の調子ならまだ活かせるということでしょう。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。惜しいボールでしたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。いいボールでしたけどね。
インローのストレート、いいボールでしたが外れています。うちのボール打った、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、追いつくことはできませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、ベイスターズが1点差を守っています。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。戸柱がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ベイスターズ1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。変化球タイミング合いません。